玄関にも欲しいですね。あるとないとだと全然違うから。もうだいたいこの、はい、カウンターの真ん中あたり、うん、でこの位置も揃えて、はい、あるとこ、なくてもこれこういう感じでいけますね。うん、あったらあったで、ちょうどあれですよね、日本でいうと床の間の、はい、掛け軸とお花みたいな、うん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 、そんな感じで、これあのフレームの色とクロスの色とあのちょうどいいですよね、はい、白い感じで、ね、色のバランスも非常に良くて、うん、こんな風に飾ってみたらいいんじゃないかなと思います。ちょっとこれあのフレーム、あれ中の絵がちょっと落ちてます、下に真ん中にはないですね、これね。あ、本当だ、うん、そういうのも大切ですね、うん、まあ、そんな、とりあえずここ、はい、こんなのもできるよね。あ、例えばこんな感じ、はい、これなんかでもいけると思います。はい、ここは洗面所ですね。洗面ですね、うん、はい、かけてもいいので、はい、これはどうしようかな、ちょっとごちゃごちゃだな、これでもちょっと、うん、さりげなく置いてある感じがいいですね。全然違う感じに見えますね、壁の色が違ったりすると、うん、これもこれはこれでね、はい、ありかなと、うん、ちょっとフレームの色と壁の色が似ちゃってるので、はい、うん、まあでもこれはこれでありかなとは思いますけどね、うん、例えばあのさっきみたいな本棚だったらこう置いて立てかけるっていうことできると思うんですけど、だいたいこう壁に穴とか開けないとかけられないっていう心配とか。そうですね、あのクロスに穴を開けたくない人は多いと思うんですけれども、はい、でもですね、あの最近は穴が目立たない、あとあのつけてもそんなにあの後で剥がしても跡が残らないようなものもホームセンター等で手に入りますんで、まあ、ホームセンターだけじゃなくてもいいんですけど、はい、いろいろ手に入りますので、うん、それをつけてこれをぶら下げてあげる、うん、という手があります。これ自体は、まあ、あの、まあ、例えばここにつけるとして、これもこの部分に穴が開いちゃ嫌だっていう場合はそういう金具がありますので、うん、そういうのをちょっと探してみてください。はい、痛いっていう気持ちはあると思うんですよね。はい、だから普通にこうやって立てかけても、うん、あの家事をしながらでもちらっと目に入るというのはありじゃないかなと思いますね、うん、でだからまああの掃除したいときは別にただ持ち運びはいいだけなので、はい、そう気軽に置いてみるってことが重要だと思いますね。こういう形、そうそうないとか別にどこでも置けるわけだけど、うん、でも、うん、ない時と、まあ、ある時、うん、であのちょっと変化を今私感じました。ちょっとね ここだと今ある絵と喧嘩しちゃうので、はい、例えばここはどうかと言われると、うん、ここはあんまり良くない。この絵と少し合わないところがある。だけど、例えばこういうところだったら全然 OK だし、うん、こうやって立てかけてもいいし、この辺、この位置ぐらい。うん、で基本は目の位置がいいです、飾るのはね。あ、でもこの場合はあのちょっと、あのこのいろいろものがあったりするので、はい、少し高めでもいいかもしれませんね。うん、こういうのなんか飾ってあったりしますけど、はい、こちら側でもこういう小さい隙間でも、うん、こういう目の高さに飾るといいでしょうね。あ、で
このぐらいちっちゃいと、まあ、こうやって置いても置けるので、はい、大して苦労はしないんです。もうちょっと大きくなってくるとですね、はい、まあ、こうやって置いてテープでこう、マスキングテープでいいんで、はい、マスキングテープでこう囲ってやって、はい、で位置これでいいかなっていうのをこう見ながら、はい、で穴の位置を決めてやると失敗がないと思います。あ、なるほど、マスキングテープで。はい、マスキングテープ、まあ、安く売ってますので、はい、まあ、ビニールテープでも何でもいいですけどね、はい、この位置が分かるようにテープで囲ってやって、それでとあちょっと高いなとか低いなとか曲がってるなとか、そういうのが分かると思いますので、はい、ちょっと例えば押さえてもら誰かに押さえてもらって、はい、もう一人がテープ役とか、はい、そんな感じでやると、まあ気軽にできるんじゃないかなと思います。はい、この部屋は壁紙が白いですね。使いにくい。階段ですね。階段はですね、割と見せ所でみんな殺風景なところ多いんですけど、はい、本当はいろいろこうこうやって1枚あるだけでも結構いいですよね。で、何枚でも飾っていいと思います。映画で見るとそういうシーンが出てくると思うんですけど、そうですね。とあとはこう上がってって、はい、この降りる時の目のとこ、はい、ここセンター、階段のセンター、はい、これは一番おいしいポイントですね。フォーカルポイントって映画で言うんですけども、はい、ここに目を向いた時にちょうどこう目に入るという形ですね。でこうやってちょっと上から写してください。そうですね、階段の中心に置いてください、はい、うん、もうちょっと高い方がいいかな、この辺から、はい、こんな感じで、はい、で階段これ2回曲がりますんで、これ1回目曲がってここで、はい、で下こういうところ、ここのセンター、あー素敵、うん、でこれもう少し本当は大きい絵の方がいいです本当はね。うん、でも最初はちょっと小さい絵でいろいろやってみてください。